はい、どうもです。本日はですね、敵を倒すのが苦手な人でも縄張りバトルに勝てる方法というか、勝ちやすい方法といいますか、なんかおすすめの戦い方を今日はしていきたいなと思うんですけど、まあ、こうやって敵がいるじゃないですか。ここら辺に行くとさ、必ずさ、相手にも撃たれるし自分も撃たなきゃいけない、なんかコーンを敵に見立てるのもなんかやられたんですけど、この状況になって戦っちゃうから、こう壁のとこでこう相手を様子見るとさ、コーンがさ、あっちにさ、スーって飛んでた、スーって行った時にさ、もう、あ、いなくなったって言って、こう他のとこを塗りに行くっていう、敵をなんかどっか野放しにしてとか行かせてから塗るっていう作戦を今日はしていきたいなと思います。はい、めちゃくしました。縁側河川敷縄張りバトルです。よろしくお願いします。今日はね、塗らないで、間違えた戦わないで塗るのを優先にして、うん、塗らないって言っちゃったけど、塗らない戦いなんてないよな迷惑プレイヤーになっちゃう迷惑プレイヤーにはなりたくない。そう、このボルドマーカーという普段では非加速でしか使ってこなかった武器なんですけど、今回イカ忍者つけて非加速もつけております。結局あんま変わんないくらい。え、なんか落ちてた自ら入水したぞ今。海っていうか池かな、ここちょっと汚い入ってったぞ怖いね、あれ。あー、待って、そっちから来たか。いやー、ローラーが強いよー、ローラーが強いよー。今回はそう、塗るから端の方から、敵がいない方から塗っていきたいので、極力避ける、まあ必要な戦いならしていくんですけど、極力やっぱ塗り能力があるボルドマーカーは塗ってる方が味方のためにも自分のためにもなるかもしれない。結局ね、逃げれればいいんですよ、敵に見つかっても隠れてね、潜伏して塗ったりできるので、ね、ほらもうバレてないからね。危な、完全にバレてました。ちょっとこっち見た瞬間にね、警戒しなきゃいけないかも。はい、バレてないまさか自分の、待って、なんかローラーめっちゃ見てないか、俺のこと。さっきからちょこちょこ見てるよな、来るな、さっきやられてたものが。待って、これ危ないんじゃない、ほら来てるよ、ほらほら危ないよ。頑張れ2人でいや、もう任せたわ、もう無理だ、俺には射程的に無理なんや。こんなところでね、うわ、もうローラーがずっと見てるじゃん。こんなところで油売ってるよりね、隠れてこっそり塗った。わー、塗られてますね、ノコに塗られてる。戦いたくはないな、行ってくれ。よし、バレてないあの子が頑張って塗ったとこ俺が塗っちゃうから、これかわいそうだな。こういう戦い方があるんよ、スクラには。やっぱインカーまでバレちゃうかもしれない。お、でもいい感じ、いい感じ。うん、誰かディスってるな。これ来るから、今のうちちょっと退散はしたいよね。うおやった、今死ななかったか、俺。めっちゃローラー見てくるから、ローラーだけには気をつけなくて。勝ったな、これは。最後の2キルはでかい。ナイス、いいね。塗る場所がなくなっちゃったよ。はい、ナイスでした。ありがとうございました。これ勝ったっしょ。上と下塗れてるし。ありがとうございました。いや、戦わないっていいね。なんか必要な戦いはしない。今日はこれでいこう。はい、間違えしました。縁側河川敷、ステージ変わらず縁側ですね。よろしくお願いします。てか、なんか実家帰ってきたんですけど、こっちの方がね、ゲームしててもね、響かなくてね、やりやすいですね。ちょっと俺はやっぱ、実家好きだ。猫ちゃんいるしな。さっき猫泣いてた気がする。メイちゃんが、うちの猫ちゃんが泣いてた気がする。あー、いるね。くらい。ま
ば今のは今のはバレバレか初手のスーパージャンプだって着地しかないもんな。あと一発だったらな。こんな狙われることなんて初めて。やだ、いじめないで。やだ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 、バブル来た。ひどいひどい、怖っ。はい、降りてきた。やだ、あぶねえあぶねえ、せっかく今撃ってたのにな。はい、ラッキー事故ってますね。なんかよくわかんないけど2人倒した。これラッキーだな。俺が戦ってる間に他の人が乗れるって考えてたんだけど、全然倒せたのでさらにラッキーでした。いや、これバレるか、下からか。でもこれ上に戻ってきたりするべ。怖い、この下だ。いない、あれ、俺見られてる気がするんだけど。俺いるじゃんこれは着地で倒す。ちゃんと爆風当ててたから。あー、マジか。これは負けたボルトにやられた。似たような気がだな。あー、ナイス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 、いい、今いいミサイルだった。ジャンプするといいタイミングでジャンプしちゃうとミサイル避けれなくなっちゃうからさ。ナイスミサイルだった。でもピンチついて塗る場所が少なくなってきてる気がするんですけど、ちょっと汚されたとこだけ塗って、また敵陣地にうまいこと入ってね、倒してるかは敵が前出てきたタイミングで塗ろうかなと。戦ってるちょっと戦ってる。おおおおおお、今ここいたんだけど、どこだろう。隠れてない、怖いなこれ。あ、大丈夫だ。今ね、復帰したんだよね、敵が一人復帰したから。こっちから来ると嫌なんだけど、いい先生、いい先生、大丈夫だ。いい先生、いい先生、今いい先生だ。敵がいないとこ濡れる。やばいやばい、あ、もう無理やばい、あ、やった。よっしゃ、ギリギリ避けれた飛んでる敵を避けれたよ。マジナイス、また最後勝っちゃった。やったなんか最後のキルラッキーだな。キルしないって言ってる割にはラッキーが怒ってるんですけど、ありがとうございましたいや、これはラッキーなだけだ。ふう、ありがとうございました。うん、縁側しかいませんね今日は。縁側ですね今日はずっとメッセージが変わらずの。なるほど、マルチミサイルが多いよってか、全員全員じゃないか、マルチミサイルしかいないよ。3人か、厄介なんですよね、マルチミサイル。結構濡れるからさ、うちのジムとか。まあ、マルチミサイルにはやられないように動こうかな持ってこないか。これ味方エクスプロッシャーだからね、近づけさせなければね、まあ、射程で勝ってるからね。なんか仲間をカバーしてて戦えばいいんじゃないか。ナイス、はい泉型こんな感じで、足元を奪わせて俺がキル刈り取るっていう戦い方もできるけど、このステージ広いからさ、一人で、なんだろう、一人で行っても一人で行った方がいいのかな。あ、ナイス、全然大丈夫。あ、ナイスナイス、いいねいいねいいね。じゃあ俺が買っていいですね。これお仲間と連携できるな。ただもう塗る場所が、塗る場所がなくなってくるけど、みんな強いな仲間が。だから射程をそれ勝ってるからな、この一人で一人でこの射程に見合わないエクスプロシャがいるから、彼のサポートしてればそう。あー、やられてる。まあでも塗って復帰する場所がな、ないからな。めちゃくちゃ別にあーどんまい、やべ、バレた、いるね。あ、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 
危ねえ、生きてた。危ねえ、なんか変な着地しちゃったけど、ごめん。生き残るために空中に避けたという裏技、裏技、裏技裏技で、なんか塗り合いできそうじゃない、これ。え、丸美さん、スチューカーや。なんかノラの人と塗り合いができる。ほら、塗る場所ないから、こう塗らして。ごめんな、なんか。ほら、俺ね、今回ね、石だからね、これがね、刺さるんですよ。刺さんない。刺さなかった。やれそう。味方の方いた。頑張れ。痛い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 。いいよ、いいよ、いいよ。いいんだよ。それはいいんだよ。いる。なんか逃げてったね。お、たくさん。たくさんや。なんか。おね。ここたくさんいる。うわぁ。いやー、そっち行かなかった。そう、右側行かなかった。まあでも、結構厳しいんじゃないか、相手からしても。射程の差がちょっと出ちゃったかな。でも、ノラの人と塗り合いができたぞ。塗り合いが。戦わず塗れた。いいね、1000超え塗れるの。